幸福な王子は、アイルランド出身の文人オスカー・ワイルドによる子供向けの短編小説。またこの短編が初出する短編集ザハッピー、プリンスアザーテールズの通称。1888年に初めて出版された。街の中心部に高くそびえ立つ自我を持った王子像があちこちを飛び回って様々な話をしてくれるツバメと共に、 苦労や悲しみの中にある人々のために、博愛の心で、自分の持っている宝石や、自分の体を覆っている金箔を分け与えていくという、自己犠牲の物語。最後は、宝石もなくなり、金箔の剥がれた、みすぼらしい姿になった王子と、南に渡っていく時期を逃して、寒さに凍え死んだツバメが残る。皮肉と哀愁を秘めた、象徴性の高い作品。 ある町の柱の上に幸福な王子と呼ばれる像が立っていた。かつてこの国で幸福な生涯を送りながら若くして死んだとある王子を記念して建立されたものだった。両目には青いサファイア、腰の剣の装飾には真っ赤なルビーが輝き、体は金箔に包まれていて、心臓は鉛で作られていた。とても美しい王子は町の人々の自慢だった。 しかし、人々が知らないことがあった。その像には、死んだ王子自身の魂が宿っており、ゆえに自我を持っていること。王子が、この町の貧しい、不幸な人々のことを嘆き悲しんでいることである。渡り鳥であるがゆえに、エジプトに旅に出ようとしていたツバメが寝床を探し、王子の像の足元で寝ようとすると突然上から、大粒の涙が降ってくる。 王子は、この場所から見える不幸な人々に、自分の宝石をあげてきてほしいとツバメに頼む。ツバメは言われた、通り王子の剣の装飾に使われていたルビーを病気の、子供がいる貧しい母親に、両目のサファイアを植えた若い劇作家と幼い、マッチ売りの少女に持っていく。エジプトに渡ることを中止し、街に残ることを決意したツバメは街中を飛び回り、両目をなくし目の見えなくなった王子に、 いろいろな話を聞かせる。王子は、ツバメの話を聞き、まだたくさんいる不幸な人々に、自分の体の金箔を剥がし分け与えてほしいと頼む。やがて冬が訪れ、王子はみすぼらしい姿になり、南の国へ渡り、損ねたツバメも次第に弱っていく。死を悟ったツバメは、最後の力を振り絞って飛び上がり、王子にキスをして、彼の足元で力尽きる。 その瞬間、王子の鉛の心臓は音を立て二つに割れてしまった。みすぼらしい姿になった王子の像は心ない人々によって柱から取り外され、溶鉱炉で溶かされたが、鉛の心臓だけは溶けず、メと一緒にゴミ溜めに捨てられた。天国では、火壊の様子を見ていた神が、天使に、この町で最も尊きものを二つ持ってきなさいと命じ、天使はゴミ溜めから、 王子の鉛の心臓と死んだツバメを持ってくる。神は天使を褒め、そして王子とツバメは楽園で永遠に幸福になった。以下は近年刊行されたもの。放題には、この他、幸福の王子、幸せの王子、幸せな王子がある。ありがとうございます。